どうも、ふむです。新三国無双8。続きを遊んでいきたいと思います。いよいよ董卓のところに向かっていけるんですけど、すごいね、もう。超えるのが大変だったね。聖館と五郎館だったっけな。前の作品だと五郎館とかって獅子館とかがあったような気もするけど、身のほど知らずのクズどもがわしの主治譲りの邪魔はさせんぞ。守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。これ天霊、山岳拠点より援軍が到着しました。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。敵を知らせ。我らの進み先は誰にも阻ませぬ。進む先は誰にも阻ませぬ。宮城には誰一人通さん。兵器で連合軍を一掃するぞ。洛陽外郭の門を破壊しました。どつけ。
ところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。なんか言う割に守りは性に合わねえんだな。この戦、鍵を握るは工場兵器か。よし、我らは勝者の護衛を行う。あ、入れちゃうし。ましたー。ジャイア、敵の痛いところをついておくか。受けたよ。狙うはあの地だ。行くぞ。はい、なんか守ってるっていう割に人少ないんだけど。この先の球場へ通すわけにはいかぬ。貴様らはここで果てろ。門を守りきれぬとは。トンキツ様のお怒りはどれほどか。いや、悪いところじゃないし。敵将、我が輩が討ち取った。お邪魔します。大義である。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。守りは我らが受け抜け。決して何者にも抜かせはせぬぞ。貴様、孫権の、どいつもこいつの官室のためなどと己の欲から目を背け、大義を振りかざしおって、くだらんアホどの目が。物は言いようだ。我が輩にもお主の言うところの欲はある。孫権殿と共にささやかな楽道を作る。孫家の調査の者らのための楽道、そのために我が輩は戦うのだ。やかましい。貴様らの欲など知ったことではないわ。わしの欲を邪魔する奴は皆殺しよ。形も残らぬほど切り刻んでくれるわ。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。手本を見せてやろう。しかと心に刻め。あそこは敵にはもったいねえ。これらがいただいちまおうぜ。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。仕方ない。わしらで守ろう。
総託を打つことはかなわなかったか。申し訳ない孫権殿、あと一歩というところで奴めを逃がしてしまった。決着をつけられなかったのは残念ですな。まあいいではないか。まずは洛陽を奴の手から取り戻したのだ。この戦我らの大勝利よ。そうですな殿。うん、みな本当によくやってくれた。やったな、ケン。お前ずいぶん活躍してたじゃねえか。いえ、兄上たちのおかげです。私はただ必死についていっただけでした。ケン兄様ったら謙遜しちゃって。ご活躍は殿や諸将にも聞こえているはず。孫策、もう誰も君たちを子供扱いはしないだろう。ああ、シリけど、まだまだ親父たちには追いつけてねえな。もっともっと強くならなきゃだぜ。早く親父と肩を並べねえとな。はじめいかに頼りなかろうと、彼ら若輩が進むのは大いなる成長の道よ。テーフ、お前が言うと重みが違うな。楽しみに見守るとしよう。この契りを破り恩をあだで返すか。ああ、なるほどね。ここでこれが来るんか。笑わせるな。貴様はここで終わりだ。うん、己メギツネ、貴様がたぶらかしおったか。豚には贅沢な墓だ。これから先俺は俺の道を進む。
で話が進むわけだね。袁紹を名士とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利、連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門袁家の袁紹と袁術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。関心董卓は倒れた。これでひとまず天下は静まるであろう。ご苦労であったな、孫権。お前の優先、私も聞き及んでおるぞ。はっ。しかし呂布が董卓を裏切るとはな、いささか拍子抜けよ。董卓はこの袁本所自ら討つつもりであったもの。時に孫権、お前を呼んだのは他でもない、今後のことについて話をしようと思ったのだ。董卓が倒れ、連合軍は解散となった。だが各地へ戻った諸侯に不穏な気配がある。これを捨ておけば第二第三の董卓が生まれよう。帝をないがしろにし、天下を欲しいままにせんとする輩が、特に袁術などは私に含むところがあるようだ。そこで仮に、いや万が一だ、もしも私と袁術が戦うようなことがあれば、その時はこの袁本所に着くのだ。悪いようにはせんと約束しよう。袁術もそうだと思うけどね。孫権殿、袁紹は何と？いざという時に組みせよと。要は配下になれという誘いだった。なんと、袁紹め、何をもってそのようなことを。無論これよりの騒乱のためであろう。董卓の騒ぎで各地の軍友は目を覚ました。天下とは力で手が届くものだと気がついたのだ。ならば董卓を破った我らの武を頼むのは道理よ。なるほど、目立ちすぎるのも考えものですな。でもよ親父、袁紹についたりはしねえんだろ。ああ、誘いは断ってきた。袁家の争いに俺たちが加わる理由も必要もない。それより皆の意見を聞きたい。あの玉璽をどう扱うべきか。あれですな、まったく厄介なものを拾ってしまわれましたわい。玉璽ってのはそんなに大層なもんなのか。かつてかの右王が宮廷という聖堂の叶えを作った。それは王権の証とされ、歴代の王朝に引き継がれた。だが宮廷は秦の時代に失われた。その後代わりに作られたのがあの玉璽だ。すなわち玉璽を持つ者こそ天命を受けし王、天下を統べる資格を持っているのだ。じゃあそれが父様の手にあるっていうことは。父上、危険です。もし父上が玉璽を持っていると世に知られれば、逆賊の烙印を押されかねません。いいじゃねえか、ケン。玉璽を持ってる親父が天命を受けてんだろ。だったら親父が天下を取っちまえばいい話だぜ。兄上、そんな無茶な。勢いだけで言ってるでしょう、作兄様。チッ、
なんだよ二人とも。それに玉璽が他の奴の手に渡る方が危ねえだろ。何をするか分からねえぜ。それは確かに董卓のようなものが現れないとも限りません。うん、今は俺が持っておくのが最善か。危険ではありますが事前かと。分かった。みんな玉璽のことは忘れよ。さて戦は終わったのだ。俺たちも調査に戻るとしよう。帰ったら炎術のもとへ向かう。何でも俺に話があるらしい。さっきの炎症の話の後だ。何やらきな臭いがな。この騒乱の中伝国の玉璽を得るとは、孫権殿にはまさしく天命があるか。だが孫権殿はそれを我が輩らに諮った。その上で玉璽を掲げることをしないとおっしゃった。選べるね。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ファン・トータクが、へい、いらっしゃい。え、ここって範囲が広い。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、これはこれは、いいもの揃ってますよ。結局これも3個めないといけないんだな。ありがとうございました。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。はい、というわけで今回はここまでにして、次回続きやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。